はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。ということで、ぶっ続けで撮影しておりますけども、これですね、動き出した時間の終わりを告げるものをやっていきたいと思います。さあ、出来上がったんでしょうかね。あの斧がそうかな。なんでこの斧で動かせるのかな。あ、見損なった。あ、ここでさ、予告のね、見損なったでごぜえますよが出てくるんですね。さあ、今度はボス戦があるんじゃないかなと。モガリム街道を南に抜けた先のラニアカ断層帯の中央あたりにある。行ったことある場所かな。ちょっとね、確認してみましょうね。行ったことあればあるみたいですね。カサドラ大空洞ってとこかな。あ、違う。1階。どうやらこっから行くんですね。ってことは、ドルワーム行って、オアシスのとこ行って、そっからですかね。了解、わかりました。じゃあね、また次そこでお会いしましょう。はい、ではですね、斧の彫像の目印というラニアッカ断層帯の中央というところに来てみました。これね、行き先を見るで、カルサドラ火山ってなってるので、なんですか、このカルサドラ大空洞の方へ行っちゃったんですよね。そしたら全然違いまして、このカルサドラ風穴ってところに行かなきゃいけないみたいなんですけど、そっちへね、行けないんですよね。まあ、転送装置がないといけないっていうことなんで、なのかわかんないんですけども、おそらくね、ここでいいんだと思います。この文字の通りにね、来れば間違いないかと思います。多分ムービー入ると思うんですけど、入らないのか。あ、これか。あ、入りましたね。あ、よかった。おお、王子来てますね。お、来た来た。さあ、どんな転送装置ですかね。ビャン君ビャン君とか言われちゃってる。なんか念をしてますね。この斧でどうやって動かすんだろう。
だけこれで転送するの？なんか何年前なのか分かんないけどちゃんと動きますね。すごいですね。なるほど、これでここへ来れたんだね。了解です。じゃあね、カルサドラカザーナというところまで来ましたらまた動画をつなぎたいと思います。はい、ではね、カルサドラカザーナに来ました。おそらくね、ボス戦かなと思うんですよね。ちなみにバラルさんの装備をですね、デーモンバスターというなんか両手剣に変えてきました。で、まあどうせねレベルが上がると買い替えちゃうので値段で選んじゃいました。一応攻撃力がね強そうなやつを安そうな中から選んで買ったという感じですね。もうなんか気持ち悪いぞここ。あいつがそうなの？あれはただ魔物が集まってるというだけなのかな。あのお方、なんかそこを動くなとかってなんか昔の決まり文句みたいな。クリアンラッシュ、そうなのかな。おいでなすたつけど、あ、誰、でっかいのが来るのかと思っちゃったら、なんか違うやつみたいだね。あ、なんか全然違うやつみたいだけど、生かしたスローガンを考えてきてやった。なんだこいつ。恐怖カリサドラ発だーって生かしてるかこれ。いや、お前らじゃ無理なような気がするな。とりあえずボス戦っぽいですね。結構敵が多いのかな。まあバラルさん戦士だけど大丈夫かな。まあ周りが強いのでね、どこから行こうか。でね、このなんか両手剣ね、バラルさんにとってはすごい重そうなんですよね。使いこなせるんでしょうか。ちなみにまだね特技全然取ってないんで、特技は使い物になんないですね。一応この柱だけ破っとこうかな。よし、早く突きで取らないといけないな。攻撃してるだけでちょっと物足らないですよね。しちゃったし、まあ敵としては余裕そうですね。まあ敵もね、ちょっと火力が欲しいな。よし、スタッパーいなくなった、あとはお前だけだ。
よしよしよし。今回ね、ちょっとメンバー変えてまして、マスターピポさんの魔戦と、ペロキャンさんのバトルマスターと、こちらのダイヤさんの処分という組み合わせですね。ちょっと前回からね、日にちが中1日ぐらい空いております。前回というか、動画の最初のあたりだったんですね。を倒しちゃいました。柱目やっつけたぜ。あ、なんか落としてった。どうもこいつは全然関係なさそうだけど、ジャミラスとか言われてるけど、伝説の魔物の名もう伝説になってますね。力つけんのか。まあとりあえず事なきを得たということでよろしいんでしょうかね。確かにね、ビャン君のおかげだね。あ、3都市の斧、大事なものか。武器として使えるわけではなさそうですね。いや、もっと金目のものかと思っちゃいました。おお、ちょっとかわいそうっすね。まだね、続きがあると思うんですよ。おそらくね、これで終わりかな。またどこかで会いましょうってね。お、やっぱ予告ありますね。これ誰？おお、全然予告の意味が分かんなかったぞ。とりあえずもう1話ありますね。魔法の小瓶を手に入れました。レベルも上がったと。ということで、これか。またガラクタ城に行くようですね。ということで第4話これにて終了って感じですね。なんかちょっとね、このあとどういう展開になるのか全くわからないんですけども、やっぱリュウロウ氏が鍵なんですかね。なんか会えそうな気もしなくもないですが、まあちょっとね、また次の動画でやってみたいと思いますので、今回ね、ここで終わりにいたします。最後まで見ていただきましてご視聴ありがとうございました。